道の駅猪苗代と猪苗代湖から近い猪苗代磐梯高原インターチェンジから乗って徳佐温泉の駐車場まで約2時間13分 114km を走ります。興味のある方はこれらをチェックしてみてください。芦ノ牧温泉は私の大川荘の動画が人気です。これがサムネイル、チラ見してみてください。私の湯の神温泉駅の動画のサムネイルです。
晩秋だった。蕎麦が美味しい道の駅です。会津バスで会津高原尾瀬口駅からバスで来た場合には立岩広域観光案内所からタクシーにて徳佐温泉へ行くのがいいかもしれません。ちなみに会津高原尾瀬口駅からのバスは日の江俣村の中戸愛公園前まで行きます。左折して人宇湯の花温泉を経由していきます。湯の花温泉には、田代山を源流とする湯の俣川に沿って、4つの共同浴場があります。徳佐温泉に行くのなら、ぜひ立ち寄りたい温泉です。入浴券は共同浴場近くの商店、旅館、民宿等で買うことができます。私の湯の花温泉4カ所の動画もよかったらチェックしてみてください。女性の方へ、湯の花温泉の混浴は難易度が高いです。無理せずに湯あみを楽しんでくださいね。
駐車場に到着しました。入浴の際にはありがたくいただきましょう。南会津町観光物産協会のホームページには駐車場5台とあります。路駐や無断駐車しないようにお願いします。私の徳佐温泉岩風呂の動画は現在3本ございます。動画の最後に徳佐温泉の動画に飛ぶことができます。徳佐温泉岩風呂の動画の現在のサムネイルになりますのでチェックしてみてくださいね。Thank you for watching until the end.